映画あの夜マイアミでをより楽しむための映像作品を紹介ということで、今回は映画あの夜マイアミでとその時代背景の理解が深まる作品を紹介したいと思います。映画あの夜マイアミでは2021年に配信されたアマゾンのオリジナル作品で、監督は女優のレジーナ・キングが務めています。物語ではマルコム X、モハメド・アリ、サム・クック、ジム・ブラウンの4人が語り合った1964年2月25日の夜の出来事が描かれています。まあ、その1964年2月25日といえば、まあ、モハメド・アリ、当時はカシアス・クレイと名乗っていたんですけれども、彼が世界ヘビー級王者となった日です。まあ、その夜彼をお祝いするために、まあ、マルコム X が宿泊するハンプトンハウスというモーテルにサム・クックやジム・ブラウンも加わり、まあ、そのホテルの一室で4人は黒人解放運動についてそれぞれの思いを語り合うことになります。マルコム X といえば黒人解放運動の指導者、モハメド・アリは世界ヘビー級王者となったボクサー、サム・クックはミスター・ソウルと呼ばれていた歌手、ジム・ブラウンは NFL の英雄でした。まあ、それぞれ立場は違いますけれども、彼らは黒人の英雄として自分のスタイルで人種差別と戦っていました。映画あの夜マイアミでの中では、まあ、この夜4人がそれぞれの思いや立場を、まあ、熱く討論する様子が描かれています。この1964年2月25日の夜にマルコム X、モハメド・アリ、サム・クック、ジム・ブラウンがこのホテルの一室で語り合ったというのは事実なんですけれども、実際そこで何が語られていたのかは、まあ、記録されていないためわからないので、あの夜マイアミでの中ではその会話の部分は、まあ、フィクションとして描かれていました。で、このあの夜マイアミでを、まあ、より詳しく知るためにおすすめの作品がありますので、そちらを2本紹介します。まず1本目はリマスターサム・クックという作品です。この作品はサム・クックの生涯を追ったドキュメンタリー作品なんですけれども、この中で1964年の2月25日のことが語られています。で、しかもこのことを語っているのは当事者の一人であるジム・ブラウンです。で、彼はこの日4人で腹を割って話し合ったと語っています。自分たちが立ち上がることの大切さや、まあ、さらには自分たちの権利を要求する方法を4人で模索し合ったとこのドキュメンタリーの中では語っていました。あの夜マイアミででは4人の会話はフィクションでしたけれども、そこで実際何が語られていたのかという生の証言をこのリマスターサム・クックの中で知ることができます。で、さらにサム・クックがアチェンジーズ・ゴナ・カムを作った経緯も語られています。あの夜マイアミでの中では、なぜ白人のボブ・ディランが風に吹かれてという曲を作ったのに君にはああいう歌が作れないんだとマルコム X にサム・クックは追求されていましたけれども、このリマスターサム・クックの中でもサム・クックは風に吹かれてという曲に感銘を受けると同時に、まあ、恥ずかしさも感じたというふうに語られていました。で、それが、まあ、サム・クックの名曲でもあるアチェンジーズ・ゴナ・カムの誕生につながっていました。で、さらにあの夜マイアミでの中ではサム・クックがローリング・ストーンズがカバーした It's All Over Now という曲の著作権について語るシーンがあるんですけれども、このことはリマスターサム・クックの中でも語られていました。黒人ミュージシャンを守るためにレコード会社を立ち上げて彼らの生活をサポートしようとするサム・クックなりの行動を知ることができます。で、もう一本おすすめなのがブラッド・ブラザーズマルコム X とモハメド・アリという作品です。こちらの作品ではマルコム X とモハメド・アリの出会いから2人の絶縁までが描かれています。で、この作品を見ると、まあ、あの夜マイアミでの中で描かれていたマルコム X とモハメド・アリの関係を、まあ、詳しく理解することができます。まあ、なぜマルコム X はネーション・オブ・イスラムとの関係が悪くなっていったのか、またなぜマルコム X はモハメド・アリの力が必要だったのかというあの夜マイアミでの中ではそれほど詳しく語られていない部分を知ることができると思います。で、またさらにこちらの作品でも1964年2月25日の当日の、まあ、モハメド・アリの試合の映像や、まあ、試合後ハンプトンハウスで祝賀会をする彼らの写真が登場します。で、さらにこの作品の中にはマルコム X が白人に迎合するやつは敵だと演説するシーンが映っていました。で、この部分はあの夜マイアミでの中で
マルコム X がサム・クックに向かって白人に迎合していると詰め寄ったシーンとつながってくるんじゃないかなと思います。ということで今回は映画あの夜マイアミでの時代背景の理解を深めるためにおすすめの作品リマスターサム・クックとブラッド・ブラザーズマルコム X とモハメド・アリを紹介しました。まあ、この2本の作品を見るとあの夜マイアミでに登場する4人の関係や、まあ、彼らが公民権運動に加わっていく様子を見ることができます。それと同時にあの日あのホテルで4人が語り合った内容も知ることができます。なので3本の作品を見ることで、まあ、当時彼らが置かれていたそれぞれの状況や、まあ、彼らの思いをより深く知ることができるんじゃないかなと思います。ということで今回取り上げたのはあの夜マイアミでリマスターサム・クック、ブラッド・ブラザーズ、マルコム・Xとモハメド・アリでした。